サイルは全部で18本あり、1本に200トンの麦芽が収納されます。麦芽は隣のミル棟という5階建ての建物で粉砕され、
先ほどのミルカーで細かく粉砕された麦芽はここへ送られ約6424%、 2回目の蒸留で約 70% ですが 63% まで加水して樽に詰めます。できたばかりのモルトウイスキーは無色透明です。こちらは北海道余市蒸留所のホットスチルです。余市では石炭による直火炊きで蒸留を行っておりますが、ここ宮城郷蒸留所では蒸気による間接加熱で蒸留を行っております。またポットスチルの形も異なっており、余市で使用されているストレートヘッド型と呼ばれるタイプに対し、宮城郷では銅の部分が膨らんで、
What?